なんですけど、最初に、まあ、単旋律ね、まあ、どんな単旋律かっていうのをあのワンフレーズだけね、まず歌っていただいてから、それからあの2旋律で最後までやっていただこうと思っています。1、2、ソーラセメドセソーラファミファソラソソーラセメドセソーラファミレミファミ、はい、できますね。はい、じゃあこれを2声にしてで歌ってみましょう。はい、でいきますよ。1、2、ソーラセメドセソーラファミファソラソソーラセメドセソーラファミゼミファミレミファセラソレレドファレレレラシソーラセメドラファセソミゼミファミミファソメレドシドラソファミファレミソーラセですね、あの途中に調が書いてありますよね、転調してる部分が。そうですね、でその時にゼーモールになります、モールになるじゃないですか。そことちょっと音量落としていただくと、その次に戻った時に明るさがまた戻ってきますよね。ちょっとそこやってみましょうか。ここからね、ピアノのところから1、ミファソメレドシドラソファミファレドソラセメドラファセソミセミファミファソラソラシドセドレミジラリレジドセラソメドセソね、今なんか変化も出てきたし、面白くね、聞いてても面白くなりましたね。はい、ありがとうございました。普段はこの上だけを教材として使ってるんですけど、この下のメロディーも入ることによって、なんかそういう一種の音楽として感じられました。あのやっぱり一つのメロディーだけ歌ってるとやっぱり機械的に歌ってしまうんですけど、やっぱり2つ合わせて歌うことによって曲の盛り上がりとか、そういうことがはっきりして、とても歌的に歌いやすいんじゃないかなって思いました。